皆さんこんにちは、幸せパン職人のゆりなです。今日はフルーツ缶を使ったフルーツデニッシュをご紹介していきます。だいたい2口ぐらいで食べられるミニサイズのデニッシュです。今回は黄桃のフルーツ缶を上に乗せて焼き込んでおります。初めての方でもですね、分かりやすいように説明していきますので、サクサクのデニッシュ作っていきましょう。早速始めていきます。まずは生地を作りましょう。30度程度の水を用意します。そこにインスタントのドライイーストを浮かべて1分程度置いていきます。スーパーで売っているようなね、ドライイーストで結構です。ボウルに強力粉と砂糖、塩を加えてまんべんなく混ぜていきます。生地は前日に作っておくことも可能なので、1日でね、作業をせずに2日に分けての作業もできます。全体的に混ざったら、そこに溶いた全卵と先ほどイーストを浮かべておいた水を加えていきます。イーストはね、こうやって浮かべておくことによって周りについているコーティングが剥がれて、パンの酵母がですね、活性化していきます。ちょっと移し忘れてたんですが、ここでバター、無塩のバターを 10g 加えていきましょう。ちょっとちぎって入れてください。粉気がなくなるまで混ぜていきます。デニッシュ生地はですね、結構サクサク感が重要になってきますので、あまりこねなくてもいいですかね。こねるというよりはまとめるようなイメージで生地を作っていきます。ボウルの中で粉気がなくなったら、台の上に出してもう少しなじませていきましょう。特にですね、バターはそのまま残っている状態なので、台の上でしっかりとこねながらバターを生地になじませていきます。押して戻す、押して戻すを繰り返します。生地はホームベーカリーで作ってもらっても結構です。ゆっくりですね、だいたい5分ぐらい目安にこねてみてください。バターが生地に馴染んできましたね。動画のような感じになってこれば OK です。伸ばしてもある程度こう引きがあるというか、伸びるようになります。最後に台に10回程度叩きつけながら伸展性を良くしていきましょう。そうするとね、生地の表面もツヤッとつるっとしてきますね。しっかりと丸めてあげたら、これで生地は OK です。発酵を取っていきます。こうやってね、伸ばした時に薄い膜っていうのはそこまでできないです。ただこれで OK です。グルテン膜ができすぎてしまうとちょっとさっくり感がなくなってしまうので、あえてあまりこねないようにしております。ボウルに入れて乾燥しないようにラップまたはですね、濡れ布巾をかぶせた状態で発酵を取っていきます。30度で60分ぐらいかな。もしくは室内に置いておく場合は、夏場とかだったら室内で十分なんですが、60分置いてください。もし発酵機使う場合は30度でセットします。そしたらその間にですね、折り込み用のバターを作りましょう。 100g のバターをジップロックは商品名ですかね、保存袋またはラップに包んで正方形に伸ばしていきます。少し綿棒で叩きながらですね、柔らかくしてあげた状態で伸ばしていくといいですね。バターはですね、柔らかすぎず硬すぎずというところで伸ばしていくと一番綺麗になります。端の方にバターを追いやっていくようにしながら伸ばします。
約 15×15cm の正方形になるといいですね。まあちょっとぐらい長方形でもさほど問題はありません。こんな感じです。薄さとしても5ミリぐらいの折り込み用バターです。大切なのはですね、均等に厚みを整えるということですね。できたら冷蔵庫に入れて折り込みまで固めておきましょう。冷やしておきます。そしたら60分経った生地を丸めていきます。先ほどより 1.5 倍ぐらいですね、膨らんでおります。粉をしっかりと振ってから台の上にカードを使って出して丸め直していきます。少しこう手前に寄せるような感じでですね、くるくるくると丸めていきます。たまに叩いてあげて中のガスを抜いてあげましょう。綺麗な生地ができましたね。これで生地は完成です。このままですね、冷蔵庫で冷やしていきます。ラップをにくるんで、冷蔵庫の場合はですね、1時間から1時間半ないし2時間ぐらいは冷やした方が折り込みはやりやすいです。冷やすことによって伸びるようになるので折り込みがやりやすくなります。前日に作っておくことも可能です。前日に作る場合は冷凍庫でこのように一度カチカチに固めます。その後に寝る前ですね、寝る前冷蔵庫に移して復温させていくという工程です。そうするとこれが翌日なんですが、翌日ですね、バターはこれぐらいの硬さ、翌日生地がこんな感じに復温されて戻っています。前日に作っておく方が私としてはおすすめですね。よく冷えてしっかり伸びるので、前日に作って冷凍庫で固めてから冷蔵庫で復温させていくやり方が一番おすすめです。生地に打ち粉をしっかりしたら綿棒で伸ばしていきます。生地があまり冷えてないとですね、バターが折り込みにくいので、しっかりと冷やした状態で行います。折り込み用バターが包める大きさまで伸ばしていきます。こちらはジップロックで作った折り込み用バター、ハサミにできるとやりやすいです。四方をですねカットして開きます。バターの硬さは、曲げた時に折れ曲がるぐらいですね。割れたりせず、あとは硬すぎてもいけないので、あと溶けすぎてもいけないので、その辺のバターが曲がる程度っていうのは一つの目安です。生地で包んでいきます。打ち粉をしっかりとしたら、少しなじませながら中心から端に向かってゆっくり伸ばしていきます。この時にバターが硬すぎるとバターが割れてしまいます。逆に生地が柔らかすぎてもバターが割れてしまうので、この生地とバターの硬さっていうのはですね、とても重要です。綿棒を使って伸ばしていきましょう。バターが割れずにですね、綺麗に伸びております。だいたい横45センチですね、縦は15センチからだいたい17センチぐらいかなに伸ばします。これがバターが割れてない状態です。三つ折りを1回します。こんな感じ。この状態でラップをして、もう一度冷蔵庫で冷やしていきます。
デニッシュだったりクロワッサンはですね、その都度冷蔵庫で冷やすのがとっても、手間ではあるんですが大事なことですね。このままもう一度伸ばしても伸びないので、しっかり冷蔵庫で休ませるようにしてください。30分間冷やしていきます。これが30分後です。しっかりと冷えて生地が伸びる状態になっております。冷蔵庫で休ませてしまうとバターが固まって割れてしまうので、必ず冷蔵庫、冷凍庫ではなく冷蔵庫で冷やすようにしましょう。とこういう折り込み生地を扱うときはですね、部屋の室温っていうのはなるべく寒くするのがポイントです。暖かいとですね、バターが溶けてきてしまって生地が破れたりとかするので、なるべく冷えた室内で行ってください。45センチまで伸ばしたら、もう一度三つ折り、これが三つ折り2回目ですね。ラップをして再度冷蔵庫で30分間冷やします。最後の折り込みですね、三つ折り3回目です。回数を重ねるごとにですね、どんどん伸びにくくなります。生地の力が、強くなるからなんですけれども、何回も重ねることによってね、だんだん伸びにくくなるのはなんとなく想像がつくんではないでしょうか。45センチまで伸ばしたら、最後の三つ折り1回をします。ラップに包んで冷蔵庫でさらに30分間冷やしましょう。これでだいぶね、層が重なって、バターと生地、バターと生地という層が出来上がりました。そしたらここからは最終の長さに伸ばしてカットをしていきます。もうここまで来るとね、伸ばしても戻ってきてしまいますね、生地が。なのでなるべく冷やしながら、室内も涼しいところで伸ばしながらやってください。もしここまで伸びない場合はですね、一度冷蔵庫で冷やして30分ぐらいまた様子を見てもらうといいです。焦らず冷やして休ませながら伸ばしていくのがポイントです。最終のサイズに伸ばせたら、四方をだいたい5ミリぐらいずつですね、カットをします。綺麗な長方形になるようにします。の切り落としたところも焼いて食べたらとても美味しいのでね、捨てずに焼いてみてください。綺麗な長方形になったら、半分にカットをして帯を2本作ります。縦10センチぐらいの帯ですねが2本できました。そしたら約4センチ幅ぐらいにカットをします。なるべく切れ味のいい包丁で切ることで層が綺麗に出ます。何度も切るのではなくて、一度でスパッと切れるといいですね。これでカットを終了です。カットできたものを天板に並べていきます。もし一度で乗り切らないときはですね、カットしたものを冷凍庫に入れて冷やしておいても大丈夫です。間隔を空けて並べます。こういった濡れ布巾、よく絞った濡れ布巾をかけながら、乾燥しないように注意して発酵を取っていきましょう。室内だったらだいたい27度から30度ですね。30度以上だと溶けてしまうので、だんだんバターが出てきてしまうので、30度以下で50分程度様子を見ます。これが発酵後です。だいたい厚みで言うと 1.5 ミリぐらいまで膨らんだら OK です。
トップの部分にですね、溶き卵を塗っていきましょう。この溶き卵はツヤの役割をします。そしたら、溶き卵をつけた指ですね。または、箸とか、箸じゃあれですね、スプーンとかでもいいんですが、で、中心にくぼみを作っていきます。焼いた時にですね、中心が盛り上がってこないように、跡をつけておきます。こんな感じです。そしたら、作っておいたカスタードクリームを中心に絞ります。今回カスタードクリームは電子レンジで作れる簡単なものを使用しております。概要欄に作り方をですね、貼っておきますので、そちら参考にしてみてください。全卵でできるカスタードクリームです。カットフルーツを乗せていきます。本当にお好きなカットフルーツを乗せていただければいいですね。もちろん生でも大丈夫です。今回は缶詰の応答をですね、こういうふうに細く切って乗せていきます。例えばパイナップルだったりとかでもいいですし、まあブルーベリーとかの生のフルーツだったらね、焼き上がってから乗せた方がフレッシュ感もあっていいですかね。缶詰の場合は一緒に焼き込んだ方が美味しくなります。薄く切れてます。これを縦に並べていきます。ちょっとグッと押さえるようにしてあげると、焼いた時に上膨らんでくるので、フルーツが落ちることなく焼き上がります。この状態でですね、240度で予熱したオーブンで12分程度焼いてみてください。オーブンによって調整が必要です。これが12分後。私は結構焼き色がついていた方が好きなので、こんがりなるまで焼いてください。少し冷めたら最後にトッピングです。今回はピスタチオと、粉糖で仕上げました。粉糖だけでももちろん大丈夫ですし、上に、そうですね、アーモンドとかでも美味しくなると思います。冷凍もできます。冷凍しておいて食べるときにトースターでですね、しっかり温めてもらえばまたこのサクサク感が戻ってきますので、ぜひ皆さん試してみてください。レシピ本が発売されております。よかったらそちらも合わせてよろしくお願いします。ご覧いただきましてありがとうございました。